の原子力潜水艦が、またも南シナ海で、クイーン・エリザベス空母を尾行しているのが発見されています。今回、この尾行について、詳しく見ていきますね。潜水艦が発見されることは本当不名誉なこと。2021年5月に、本国イギリスの母港、ポーツマスを出港した航空母艦、クイーン・エリザベスは、大西洋から地中海、スエズ運河、公海、インド洋、南シナ海と進み、8月初旬には、太平洋のアメリカ領グアムに到着した。今後8月下旬から9月上旬にかけて、航空母艦、クイーン・エリザベスは、日本にも寄港することが予想されているが、その場合は、神奈川県横須賀のアメリカ海軍基地への寄港となるのではないかとの説が最有力視されている。ただし、クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群は、攻撃型潜水艦、駆逐艦、フリゲート艦、補給艦等の多数の艦艇で構成されているため、横須賀のアメリカ海軍基地のみではなく、複数箇所への分散寄港が予想される。その場合の候補地としては、海上自衛隊の横須賀基地や、京都の舞鶴基地、広島の呉基地、そして、アメリカ海軍の長崎の佐世保基地等が挙げられており、日本各地で、それらの艦艇を目にする機会が与えられそうだ。すでに、2021年8月11日には、韓国の釜山海軍基地に、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦が入港しており、公式に、同海軍からの発表はないものの、クイーン・エリザベスの空母打撃群に、随伴していた、艦艇の模様だ。ただし、韓国内のマスコミでは、釜山に寄港した艦艇を、当初アスチュート級攻撃型原子力潜水艦の3番艦、アートフルと報じたケースが多いようだが、港に係留された、艦艇の画像からは、1番艦のアスチュートが正解らしい。若干ややこしい話だが、クイーン・エリザベスら空母打撃群が5月に出航した際には、これに随伴していたのは3番艦、アートフルだったが、スエズ運河を通過せずに、同艦は帰還し、1番艦のアスチュートと入れ替わった模様だ。韓国のマスコミも、誤報を流したというよりは、艦の秘匿性が問われる潜水艦ゆえに、イギリス海軍側の意向を尊重して、あえて、3番艦、アートフルが入港したのだと、報道した可能性もあり、確かなことはわからない。いずれにせよ、アスチュート級攻撃型原子力潜水艦は、現イギリス海軍の最新鋭攻撃型潜水艦であり、水中排水量7800トン、全長97メートル。全幅 10.7 メートルの艦体に 533mm 魚雷発射管を6門搭載している。この6門の 533mm 魚雷発射管からは、対艦兵装として、スピアフィッシュ誘導型魚雷やハープーンミサイルが運用可能で、かつ、対地攻撃用には、トマホーク巡航ミサイルが搭載されており、このアスチュート級は、7隻の建造が予定されている。今回、クイーン・エリザベスの護衛任務には、スエズ運河以降は、このアスチュートが当たっていたわけだが、南シナ海に入ったこれらの空母打撃群には、中国海軍の攻撃型潜水艦が追尾を行っていた模様である。この中国海軍の潜水艦は、小級0、93A 型攻撃型原子力潜水艦2隻だと見られており、クイーン・エリザベス空母打撃群中のデューク級23型フリゲート艦の10番艦、リッチモンドと14番艦のケントがこれを探知したという。中国海軍は、自国領である南シナ海の海南島、油林港に大規模な基地を建設しており、昨年2020年には、その基地に出入りする小級0、93A 型攻撃型原子力潜水艦の姿がアメリカ企業の衛星写真で捉えられた一件もあった。
そのため、今回デューク級23型フリゲート艦のリッチモンドとケントが搭載する対潜用ソーナーで探知したのも、海南島のイリン港から出港した小90-93A 型攻撃型原子力潜水艦であろうことは、まず間違いないだろう。イギリス海軍が中国の小90-93A 型攻撃型原子力潜水艦とおぼしき潜水艦を探知したと公表したのは、中国海軍側への牽制と全世界に向けた同海軍の対潜哨戒能力の高さを喧伝することの2点が主たる目的だったと考えられる。この狙いが成功したのか否かは何とも判断しづらいというのが正直な感想だが、政治的なメッセージとしては、中国が南シナ海をはじめとして海洋進出を強化するために大量の潜水艦隊を運用していると問題を提起した形だ。イギリスはこうした潜水艦隊をはじめとして太平洋全域に軍事的な脅威を与えている中国海軍の行動を国際法に反する行為だと非難しているが、こうした主張もまた国際社会ですぐに支持されるかどうは不明確だろう。さて、今回イギリス海軍が探知した小90-93A 型攻撃型原子力潜水艦だが、ロシアのビクター671RTM 型攻撃型原子力潜水艦をベースに、その技術供与の下で中国海軍が建造した艦で、2006年末頃から8隻が就役していると見さされている。小90-93A 型攻撃型原子力潜水艦は、推定値だが、水中排水量最大7000トン前後、全長106メートル、全幅 11.5 メートルほどであり、アスチュート級攻撃型原子力潜水艦と同様に、533mm 魚雷発射艦を6門搭載している。かつて、2018年1月、尖閣諸島周辺の日本の接続水域を潜航したまま航行する潜水艦があり、探知した海上自衛隊の艦艇や航空機が追尾すると浮上して中国国旗を掲揚した事件があったが、これも小90-93A 型攻撃型原子力潜水艦だと見られた。この時の小90-93A 型攻撃型原子力潜水艦とおぼしき艦の不可解な浮上行動は、海上自衛隊艦艇、航空機の執拗な追尾を受けた同艦が、やむなく浮上し所属する国籍を明かしたものとされ、海上自衛隊の対潜哨戒能力の高さを示す例とも目された。こうした前例を鑑みれば、今回、イギリス海軍が、小90-93A 型攻撃型原子力潜水艦2隻を探知できたことは、特筆すべき出来事ではないようにも思えるが、対潜哨戒能力の高さで、アメリカと日本が世界有数とされていることは考慮すべきかもしれない。ことに、イギリス海軍のデューク級23型フリゲート艦は、1番艦は1990年、最終の16番艦も、2002年に就役をした特段新しい艦艇ではなく、ソーナー自体は新型の2050型に換装されているが、アメリカや日本並みの能力なのかは不明だ。デューク級23型フリゲート艦は、基準排水量3600トン、満載排水量4300トン、全長 133.00m、全幅 16.10m の艦隊に、主兵装として、55口径 114mm 単装砲1機やシーウルフ対艦ミサイル用の32セルの VLS を搭載している。こうしたデューク級23型フリゲート艦だが、ネーミングについても若干変わっている艦艇であり、1番艦はノーフォークだが、前艦がイギリス貴族の公爵家の名称であることから、その称号のデュークの旧名で呼ばれている。イギリス海軍の現行フリゲート艦としては、最多となる16隻が建造されたデューク級23型フリゲート艦だが、その理由は、コストパフォーマンスに優れていたためとも言われつつ、すでに、
3隻はチリ海軍に払い下げられ、13隻が収益中となっている。イギリス海軍では、すでに次級となるグラスゴー級26型フリゲート艦の建造に2017年から着手しており、まだ収益には至っていないが、満載排水量8000トン、全長 149.9 メートル、全幅 20.75 メートルとこちらは非常に大型化される見込みだ。